どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。 SH フィギュア2 GO プリンセスプリキュアよりキュアツインクルの方をご紹介したいと思います。ついに GO プリンセスプリキュアの SH フィギュア2も2つ目になります。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。まずは説明書が入っております。中身を開けるとこのようになっております。キュアツインクル本体と顔パーツが3つ、首の交換パーツ、台座の取り付けパーツに手首交換パーツ、こちらも台座の取り付けパーツですね。そしてプリンセスパフュームにクリスタルプリンセスロッドも付いております。ちなみに後ろにも台座パーツがございます。では一つずつ見ていきましょう。まずは台座パーツですね。こちらに GO プリンセスプリキュア、そして GO プリンセスプリキュアのマーク、下にはキュアツインクルと描かれております。続いて顔パーツの方を見ていきましょう。まずは笑顔のパーツ、続いて気迫顔のパーツ、最後に目が閉じてある方の笑顔のパーツになります。続いて首の交換用パーツ、続いて手首の交換パーツ、続いてプリンセスパフュームとドレスアップキーです。ちなみにドレスアップキーはこのように上に引っ張ると取り外すことができます。続いてルナドレスアップキーとクリスタルプリンセスロッド、もちろんこちらも取り外すことができます。ちなみにルナドレスアップキーをプリンセスパフュームに刺すこともできます。もちろん変身ドレスアップキーをクリスタルプリンセスロッドに刺すことも可能です。では続いて台座パーツの方を組み立てたいと思います。まずはこちらの柱のパーツですね。一番下のこの突起部分と台座の一番後ろの穴の部分にめがけてセットいたします。続いてこちらのアームパーツの後ろにある穴部分と柱パーツの突起部分に合わせてセットします。はい、これで台座の方が完成いたしました。ではお待たせしました。キュアツインクル本体の方を見ていきましょう。全体このようになっております。近づけるとこのような感じです。後ろ側の方を近づけるとこのような感じです。とてもよくできてますね。アニメ本編のキュアツインクルの姿そのまんまを再現してくれてます。とても素晴らしいです。では可動範囲の方を見ていきましょう。まずは頭、上下、左右360度、髪の毛の方はこちらのツインテの一番下の部分ですね、ここが上下に可動して360度回転します。反対側も同様です。残念ながらこちらのツインテの部分は可動しませんね。完全固定になってますのでご注意ください。続いて腕ですね。まずは上に上げて360度回転しますね。反対側も同様になります。腕はこのように曲げることもできます。手首もこのように動かすことができます。反対側も同様ですね。そして腰の部分ですね、これが上下左右に動かせますね。リボンの部分はこのように上下に動かすことができます。続いて足ですね。上下に動かすことはできますが、こちらのスカートが干渉して最後まで上げることはできませんね。反対側も同様です。足の部分はこのように曲げることはできますね。
足首もこのように動かすことができます。続いて表情パーツの方取り替えてみました。まずは笑顔のパーツですね。続いて気迫顔のパーツ、続いて目閉じ顔の笑顔のパーツです。ではいろんなポーズ取らせてみましょう。以上で SH フィギュアスキュアトゥインクルの方をご紹介いたしました。このキュアトゥインクルなんですけども、自立させることはできますが、自立させるにはかなりバランスを整えないといけません。こちらの両方のツインテールのここの部分がありますよね。これが重すぎてなかなか自立させることができませんでしたので、こちらの台座を使って今回ポーズを取らせていただきました。次の GO プリンセスプリキュアの SH フィギュアーツはキュアマーメイドになりますのでお楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。